こんにちは。タイムラインの続きです。壊れた通路をどっちかだけ直せる。こっちを直すと向こうに行ける。あ、紫色は紫色しか直せないのかな。あの子はそこを巡回。違うな。ん？取るだけで全部戻るアイテム。紫色はなんか時間依存せずに絶対的に発動するものっぽいな。それはわかんなくなった。こっから先ステージが入り組んでいて、紫色をもう一回取り直すような場所あるんですよね。これこっから先はどうする？あ、なんか、ぽいものあるね。あ、これがそれぞれのアイコンだったのかな。まあ、全部かけるしかないっていう感じか、作り方は。で、緑色踏んでもらった時に緑色入り、あ、青で言っていいのか。あれ？ここは？あ、ここは、そっか。先に赤か。先に赤に行きたかったけど、この子は多分 U ターンして戻ってくるんで、今回は微妙じゃない？これダッシュで。いや、あの子前向いちゃうから、ここは、ここに来るまで待って、そっから裏入るってこと？間に合うかな。間に合わないな。間に合わないな、ということは、今ではない？いや、ダッシュが遅かった可能性もある。シンプルに遅いっていう可能性あるからな。で、向こう、あ、行った、蹴って、戻って、紫色をなんか取りに行くのが早い感じはするけど、白のボタンってどこに、あ、ここか。あ、だ、それ今行けるんだ。こっちも行けるけどね。そっち行かないとあそこ取れないもんね。押して、入る。なるほど。あれ？あ、押してないのか。押す、そうか、押す動作で、今遅くなってるから。押して、じゃあこれ、一旦また待つんか。これ見える？これバレるね。これバレるやん。こなちゃうか。ほな、こことちゃうか。安全にあれ取りに行けるのは？逆か。向こうに行った時だ。ここじゃなくて。向こうに戻った時に、だと、ここ見ないから、よくて、で、次行きたいのが、これ踏んでもらうのを待ってないといけないんだよね。で、そうするとここに行けてここが取れる。だ、ここで待つ。で、また開けてもらうの待って。開いたらこっち。で、ここで、力発動して、これ取ると、リセットが入る。そしたら、あとは、向こう側に駆け抜けるんだけど、多
分これ間に合わないんじゃないかな。だから、毎回これ撮るんだ。多分これ撮って真ん中修理してみたいなことやらないと、間に合わないんじゃないのかなと思っている。やらなきゃいけないのは赤開けて、だか。赤開けてこれ撮ってを両方やってこないといけない。この子は向こうの位に行くタイミング、あれ？ここ通れるんだ。あれ？ここ通れるんだっけ？あ、橋直ったからだ。あー、じゃあルート変わっちゃったね。ルート変わっちゃってよくわかんなくなった。これ取らなくてよかったかもしれん。赤をしに行く。まあでも、使えるなら使っといて。で、あのこっち来ちゃうけど、ここは見られないから、押す。ここしか往復してないじゃん。ポンコツになったね。開ける。あとはもう、ん？こっち向くの？大丈夫だったりする。大丈夫な時もある。よくわかんない。待機。なんか一番最後一番簡単になっちゃってる。はしご、はしごというか、道ができることによってさらに複雑化すると思ったら案外そうでもなかった。ここは記念のために見ておきましょう。結果的にこの何も失敗しない状態になるっていうのは、タスに近いよね、発想としては。タスさんの動画。この子なんでこの番号知ってるんだろう。この空間、そういうツッコミはやめとくか。なんかこの時の、ああ、そっか。最初から見れるわけじゃないんだ。橋が直った状態しか見れないんだ。そっか、そうだね。時の鳥かごに閉じ込められてしまったのか。ちょっと移動できる時間伸びてる。これがフルでいけると、この空間からは出ることができるの。とかそういうやつなのかなぁ。チャプター2。新しいギミックとかが出てきそう。いや、広いだけだわ。いや、猫いるね。この空間に閉じ込めちゃうと楽だけど、ここは閉じ込まらない船だ、扉だから。ここの床ってなんか意味あるのかな？これをあれしないといけないから、ここには来たくて。この人たちどっちに行く？ええー、バカじゃん。そうなぁ。
赤い扉のスイッチここだから、これ開けないと都合悪いんだろうね。だから、まあ。二人目はこっち来る？あー、ちょっと遅かった。いや、一旦ここ入るっていうのもあり、だけど。もう一回挑戦。ダメだ、よし。じゃあ、入る。で、こっち来る？こっち来るんだ。どっちだろう。そっちなのね。あー、この二人は？同じ行動を取ってる子たちか。開ける。ここに入ることもできるが、ここに行っちゃうと、いずれ来るんだろうね、多分。ああ、そうなるよね。ここが閉じるから、この子を向こうにやってから閉じないとダメなのか？このままだと？あ、でもこっち来るね。こっち来ちゃダメよ。入るか、入ってみるか。すると、あ、終わるわ。あー、猫ね。そこで向こうに行って、このあれがこっちに来るから、一旦この辺にじゃあ隠れて、みたいな。で、ゴール。こいつなんなん？怠け者がいます。あ、オッケーオッケー。猫を助け、いや、猫は猫で自分の時間で動いてるから、これ扉開けないと猫沈むんだよね。扉開けに行くか。行ってあげようか。で、橋がないから、橋かけないといけなくて、そんな時間ないな。橋かける必要ある？猫自分で飛べない？だってこれここ用だもん。猫飛べるっしょ。あ、消えたわ。え、ここどうすんの？これもう、扉閉めれば、この、あみあみ来なくなるのかな。猫が通ったら閉めてみる。これで止まったら、止まるわけないか。止まるわけないよ。猫食われる。何ができる？なんか橋を動か、あ、自分が行け、ん？自分が行けなの？ここのこの通路を作るギミックみたいなのが。あ、なんか二つあったわ。二つあるんだ。最初にこっち行くべきではなかったのか？ここで、直して、あ、遅い。じゃあ、で、こっち来て、直して、沈んだるわ。もっと近くから。沈んでるわ。で、ここから。で、自分が沈んでら。自分が沈んでら。なんかワンテンポ押せんだよな。こっからあったとかないから、一歩行って、開けて、沈むよ。
一つだけ取ればいいか、最初。これ取って、こっち来る途中で、まあ道作ってもよかったけど。そしたら、なるほど。これカメラワーク全体映してくれてもいいのにね。なんで操作するタイプなんだろう。どうせ全体を俯瞰で見てる方がわかりやすいのにね。時間制限がある。猫の動き方が読めないんだけど、ここに来るか。猫は今後のこと全部わかってるな。で、待つのはこれか。で、開いたら猫向こう側行って、自分は手前で、ここになんかいて、猫がそれを誘導してくれるから、突っ切っていいような気がするな。あ、猫来ないな。ちょっと待ってよ、猫来ないな。待って、来ねえな。あ、で、よくて、ダメで。ここでよし。こっちの方がチュートリアルとしてはすごく素直な方だ。タブ、キャラクターを変える。あー、わかった。猫で誘導してあげないとうまく動かんステージだ。タブでキャラを変える。スペースでにゃー。あー。姿見せなくてもいいのかな、じゃあ。移動してる最中に自分も移動できるから、その方がいいわね。で、この辺で泣いてみ？泣けない？出ないといけない？で、こっち行っていいんだ。この状態でこっちの子は早く行きたくて、ここを押さないといけないので猫がこちらへ来る。もっと今のスピーディーにできたね。で、これを取って、ここはあれするから、猫でこっち側に誘導。猫はこの辺にいて、鳴き声がどこまで届くかわかんないな。猫は入ってて、ん？どこ行くの？
どこ、え、どこ行くの？ちょっと待って、今、奇抜な行動が発生した。待ってね。乗ってるときに、まず、こっちの子移動。で、ストップ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 。で、猫の方が、ここで待機じゃん。ここが開かないとダメだから。チェンジ。これ押すところまで来て、なんでや。これを押す、ああ、ここで止まって、押す、開く、猫にチェンジ。届かない。泣けない。泣けない。なんで？ん？泣けない。泣く回数とか決まってんの？あー、ゲージがあるじゃん、左上に。はー。試し泣きもできない。泣く、泣いた後に、出て、で、出たら、これ閉めて、こっち来て、戻ってくるかな？戻ってくるか。もうちょっと早ければ何とかなる？これ。毎回毎回このゴリ寄せるかどうかがよくわかんないな。開けた方が良かったのかもしれん。開けた方が良かった感あるね。別にここ閉め直さなくていい。この子は外に出てきてぐるっと一周するっていうやつで良かったわ。から開く。あ、閉めちゃダメ、閉めちゃダメ、ちょっと待って。閉める操作いらなくて。猫にここまで来てもらおうか。で、で、切り替えて、取りに行って。いや、おかしいね。これ、こいつ外出ないね。今行くの早いのか。別に、この辺の組み方がちょっと違う気がして、猫鳴かなくてよい。あ、でも真正面行くと気づかれるのか。なんかこっち側から猫鳴いたりできないかなとか思ったんだけど。猫ここ来るとバレる。バレるね。猫の方が早いとかってある？それはない。こっち側に回れるんで、すけど、回るメリットがないんだよな、今のところ。あ、猫入っちゃった。ボタンを押すと、ここ開く。あ、違う違う違う。これ待機ね。で、ボタンを押すと開く。猫が入る。鳴く。で、ここに出る？そんな戻る意味ないね。猫ツールよくわからなくなった。猫ここまで逃げればいいのかな？いや、猫は見つかんないからいいんですよ。この人がこう来てから戻ってくるまでの間にこれ取らないといけないんだけど、戻りがめちゃくちゃ早いんだよな。
ここにいると割れなかったりする？そんなアホなことある？出てく。で、閉める。閉めなかったらどうなる？まあ多分、見つかるんだろうけど。猫ここ、外に入れるとバレないの？閉める動作いらない？じゃあ。猫、ずれる。ああ、で、ちょっと待って。移動した瞬間、だからここでもう、人間が、こっちに向かう。で、猫一個ずれる。これで、大丈夫なんだよな。直せる。これがこう来て、ここにいたらどうなる？バレるね。な、ここのルートはバレるから、やっぱ今取りに行けないんだよな。猫でもっとこっちから、おびき寄せて外に出す方向の方がいいのか。それだ。だから戻して、ここで猫に逃げずに、直線上にはいてもらって、ここで、あえて、バレさせる。ここで見るから、猫はこっちに逃げて、ここで猫無事にならないと意味ないよな。このスピード感猫無理なんだ。このスピード感の猫無理なんだ。へえ、積んだわ。こいつの行動をもう少しちゃんと見た方がいいの？なんかいることに気づいて移動する。ちょっと待って、女の子行かないで。ストップ。カメラ毎回プレイヤーキャラに切り替わるの嫌だな。この場で固定してほしいな。猫が逃げる。これで誰にもバレない。この状態、は？うん、この状態で戻る。やっぱそれっきりだよね。猫の声がもっと違うとこから届くんじゃないのかなってやつでやってみる。猫がここは届かんでしょう。届かんね。まあ、入らないと届かないと。これって目の前を素通りしてこれを閉じたらこの子がこの中に入ってるみたいなことは可能なのか？できてもね、これをこっちで待機させるか、この部屋から出すかみたいなことしないと、これ取ってくる時間ないんよ。猫手前走ってみっか。で、バレたら、切る。遅い。違う違う。これ一時停止どうやんの？猫がここに向かってくる間に、もう閉じる。と、ダメなの？ここにいると反応しないのかな？うん、なんかそういうのではないよ。そういうのではない。はぁ、と。頭硬いな。いや、やりたいことは分かってるんだけど、分かってないんだろうな。猫に泣いてもらう、この子がそっちに向かう。で、その間に、この子がこっちに来ている時間を稼ぐか、もしくは、戻ってきても隠れる場所はないので、戻したくない。だから、この外に出したい。だけど、こいつを利用、こいつはこっちに来れないっしょ。こいつを利用する？
猫がここ逃げれれば終わるんだけどな。で、ここも開いてないし、ここ開けるためにはこれだし、いや、裏側を使いたいけど、真正面、一旦向こうに女の人が走るの？あり？なんで？意味ないな、そんなの。意味ないか？意味ないかな？二人の場所を入れ替えたりしても、でも猫これ、鳴き声聞こえる、こいつに聞こえる、この辺のエリアにいないと意味ないから、それだとこの子、外出ないもんね。猫はなんかなぁ。こうじゃないの？なんか見逃してる？頭が悪い。はい。泣くんだけど、泣いた後はこっち逃げるしかないでしょ？外に出して閉めたいけど猫が逃げる場所がない。猫の逃げる場所を先に作っておくっていう空間もないんじゃなぁ。あれかな、この子の全探知で、このエリアじゃないところも探知対象になる？こうなってて、だここでこれ見つかるはずだよね。あ、逃げちゃった。ここにいたら見つかるはずで、で、ここで、逃げ、あ、できるやん。できるやん。もう、そういうところで、そういうところでやるのやめてくれ。こっち来ちゃうのか。こっち戻ってきたからな。なるほど。じゃあ、直した後に、今直さない方がいい？取って、なるほど。向こうのルートができた途端に、向こうに行っちゃうんだ。だ道の解除、道は直さないといけないけど、こんな近づかなくていいな。この辺でいい。その途端来るので、開けて、こっち来て、ね、この子はもうここ入るから、もういいんだと思うけどね。いやー、なんかただのタイミングゲーで、時間食わされるのは、ちょっと、辛いね。まあ。見るか。ん？あ、なんか一旦失敗してるね。なんかいろいろやってたね。で、結局ここで逃げるだけ。しょうもねえ。なるほど。じゃあ、今回は、こんな感じかな。では。